パンチを割り箸一本で。この二人は僕が思っていたようなお山の対照的なただの突っ張りではなかった。ハッカー総動装町のチンピラとは決定的に違うもの。喜び、すげえなあんた。なんたって俺は凪宗一郎だからよ。そして鬼とは己の体内で生じ己の内でのみ作用するもの。ゴダゴダうるせえ。高柳は間違いなく今のお主の数倍は強い。というわけでハンデだ一年、一発でも俺に入れることができたらお前の勝ちにしてやるよ。一発でぶち殺す。うわーっ、俺を相手にお前みたいなタフな野郎は初めてだよ。無理ぜ、しょぼい攻撃はなしにしてくれ先輩。素人だと思って手加減してやりゃ、望み通り次の一撃で終わらせてやるよ。今だ。何？あやちゃんが随分と入れ込んでるからもっとできる男かと思ったが。いいか、俺は今まで喧嘩に負けたことは一度もねえんだ。相変わらずわけのわからねえ女だが、おかげで目が覚めたぜ。まともに技の読み合わせてずっぽしこいつのペースにはまっちまうとこだった。俺は今日初めてお前を完膚なきまで叩き潰す気になったよ。こっちは花からそのつもりだ。新陸号、俺は格闘家じゃねえ。待て、喧嘩屋だってな。冒険必殺バリア。これは喧嘩には何でもありなんだよ。決まった。いかん、よせ高柳、コラをやめて。勝ってよ。